毎回一緒じゃないですか。そんな感じでお願いします第12回というところで今日のゲスト、株式会社、はい、シティコレクション社長、ピクニック吉川、イエイ、よろしくお願いします。ピクニックってピクニックはあれだっけ、池田さんがつけたんですよ。つけた説っていうか池田さんがつけたんですよ。ああ、なんか昔ね、違いのわかるラジオというポッドキャストやってて、そこで、ね、格闘ゲームの闘撃のパンフレット見ながら、あの変なリングネーム選手権っていうのをやったことあるんですよ。はいはい、でそれで、まあ、集まったみんなでね、みんなで俺が選んだやつを出し合うってやって、みんな受けたやつが優勝みたいな。で、KOF 勢でピクニックってやつがやってた。それが、ピクニックって出た時に、はい、みんながブワーってこう、爆笑ブワーってなったんですよ。それで、もう俺の中でピクニックっていう言葉がすごい神格化されてる。そんなハードルの高いのを俺につけたんですか。そうですね。なんかバンドやるときにつけたんでしょ。そうです。バディ松本とか、はい、マーブル先生とか、うん、その池田ミノロックとか、はい、吉川っておかしいじゃないですか。あ、まあ確かに。確かに。で、池田さんがじゃあピクニックでいいんじゃない。そうだっけ、俺がだっけ。もう覚えてないな。まあ、そんな感じで、そんな、株式会社シティコレクションの社長を今日はお呼びして、はい、まあ、いろいろ根掘り葉掘り聞いていただきたいかなと思うんですけど、はい、まあ、株式会社シティコレクション、今どんな仕事をしてるか、ちょっとだけ、はい、今はですね、まあ、クラリスディスクというゲームサウンドトラックレーベルです。はいはい、クラリスディスク。クラリスディスク。で、あとは出版、本作ったりもしてまして、はい、出版の事業部ですね、はい、それが2つ目。で、あとはゲーム、ジャレコのゲームですね、うん、とかの、まあ、ライセンス関係含めて、で、まあ、開発は社内には今いないんですけども、はい、まあ、ゲーム系の事業と、あとは自分がずっとあの蔦屋にいたこともあってですね、かつて、はい、あ、でその蔦屋さんの受託の仕事もやってます。あ、今何、はい、あ、そうなんで4事業部ぐらいあります。へえ、じゃあいろいろ手広くやってる感じなんですね。そうですね、10ちょい名いますね。あ、はい、あ、まあ社員数的には10ちょい、社員数には10ちょいですね。うん、なるほど。まあ、あの僕らゲームファンからのイメージだと、そのクラリスディスクっていうなんかサウンドトラック、はい、いわゆるレトロゲーム、なんかマイナー、ニッチな、そうですね、レトロゲームのサウンドトラック出してる会社みたいなイメージがあって、はい、シティコレクションっていう会社よりもそのクラリスディスクっていうレーベルのが有名なイメージだね。クラリスディスク社長とか、クラリスディスクの誰だれみたいな感じの方が多いですよね。ああ、はい、なるほどね。まあ、実際は、サントラ以外にも今はテビロックやってきてる、はい、まあ、逆にサントラとかジャルコが新しくて、うん、それ以外はずっとやってたこと。ああ、そうかそうか、はい、そうか。じゃあ、まあ、しっかり母体があるというような会社になってると、はい、あれだよね、マックジャパンの下だよね。マックジャパンの下そうです。マックジャパンっていう基盤屋が秋山にあるんですけど、千賀さんが下が空いてるよって電話がかかってきた。マックジャパンの社長が、そう、マックジャパンの社長が吉川君下空いてるよっつって、あ、入りますっつって。なるほど、決まった。それで入るよっつって、あそこのビルに、はい、じゃ あ, あのみんなあのマックジャパンに基盤を買いに行くときは下の階をこうちょっと覗いて警察呼ばれてください。そんな感じ。そう、変なのがいっぱい来るからな。変なのがいっぱい多いですからね。変なのね、今今日は怖いですからね。じゃあ今日は、じゃあその、なんかイメージ的にみんなもなんかふんわりイメージ持ってると思うんですけど、そのクラリスディスク、まあシティコネクション、まあ社名からしてもシティコネクション、そうですね、シティコネクションって社名で、まあ結構そうですよね。うん、だからジャレコとなんか関係性あんのかなみたいなところで、絶対なんかみんなふわっとして、あ、あるんだろうなって多分もう思ってる。思ってるし、で、クラリスディスク立ち上げた時も、まあジャレコ関係の人が作った会社なんじゃないかとか、子会社とか、まあ相当いろいろ言われてはきたんですけど、そうですね、全部外れですね。外れ、はい、じゃあちょっとその辺の話ちょっと今日していこうかな。そうですね、はい、じゃあちょっと一からちょっと話していこうかと思ったんですけど、はい、じゃあそもそもその吉川社長がそのシティコネクション作る経緯というか、ちょっとその辺から。そうですね、うん、まあ自分バンドやってるじゃないですか、池田さん、うん、で、もともと音楽制作会社で、はいはい、打ち込みの仕事やってたんですよ。ああ、音楽の、はい、うん、で、それを1年弱ぐらいやった時に、はい、
まあ、同僚がTSUTAYA の役員から新規事業立ち上げるから、はい、お前ら、まあ、来ないかみたいな話があって、おお、TSUTAYA の役員からは新規事業、そうですね、そう、僕がもともと TSUTAYA でアルバイトを昔してたんですよ、はい、まあ、そういった関係もあって、で、音楽詳しいんだったらバイヤーとして来ないかなんて話があったので、で、まあ、その仲間2人で僕3人で、じゃあ TSUTAYA の社員になるってことになったんですね、でそれが4月1日入社 で、でそれと同時にその役員が お前ら、まあ、ただの社員じゃ面白くないだろうと、会社作っていいぞと、ほう、それが2005年ぐらい、それが2005年ですね、はい、はい、で社員で入ると同時に会社を4月17日に作って、でなぜかまあ普通に来るタイプで働きながら自分の会社を持ってて、給料は全部その3人の個人じゃなくて会社に振り込まれるという特殊なスタイルで、へえ面白いね。そうですね。それでどうなった感じ？それでまあ結局そうは言っても3年ぐらいは、フルタイムで普通に TSUTAYA の仕事をやってたので、まあ、シティコネクションという社名はまあその立ち上げた当時に僕がファミコンのシティコネクションが大好きだったので、ああ、それはだから別にそのジャレッコが、はい、もうそういう話関与してるとかではなく、単にファミコンのシティコネクションが好きだった、ジャレッコが出したのだから、もう遊びのノリですよね。結局その役員さんがいいチャンスをくれたので、まあ、会社作るんだったら社名必要じゃんって話になって、でゲームから取ろうよって話になって、でまあいろんな候補があったんですよ、アイスクライマーとか、アバンチャンピオン、あ、そう、アバンチャンピオンとか、ね、で結局すごい大量の中からアバンチャンピオンとシティコネクションが残って、でまあ僕が社長なんで、まあシティコネクションが好きなんで、じゃあシティコネクションという社名しようするっつって、そのジャレコがどうのこうのとかじゃなくて、単にたまたま最初はジャレコのタイトルがの名前を偶然つけていた。そうです。へえ、それはちょっと意外だったな、僕も。偶然ですね。へえ、なるほどなるほど。はい、どんな仕事してたんですか？当時。は、まあどんな仕事っていうか、シティコネクションの仕事っていうか、まあ伝えでの仕事なので、バイヤーの仕事とあと店舗を作る仕事ですね。伝えを。はい。ああ。そうなんで。まあ、当時伝えてフランチャイズがまだ結構元気あったので、はいはい、もうそこら中に店ができてたんですよ、で、まあ、大家さんに接見して、そうです、伝え案内みたいな話か、あ、そこはもう上がしてたんで、もうできるのが決まってたんで、ああ、じゃあそういうなんか要は店舗の立ち上げか、そうですね、あの CD 注文して、じゃあこれこうやって陳列して、どんな感じで押す、はい、みたいな、そうですね、あ、ここはゲームいらねえだろみたいな、そうですね、で、それを1年の3分の1ぐらいは出張だったので、まあ、北海道から沖縄まで、そうですね、はい、そうなんだ、ね、そういうで名前がシティコネクション、シティコネクション、へえ、でまあ2年3年ぐらいやっていくと、どうやら吉川は外に会社を持っているらしいぞという噂が伝えないでも広がるんですよ、ああ、なるほどそうすると出入りしてる業者とか、まあ、取引先の人たちが吉川に、まあ、そのコンタクトを取ると TSUTAYA の内部事情とか、まあ、いろいろ人を紹介してくれたりするんじゃないかってことで、結構人脈はバーって広がったんですよ、ああ、なるほどなるほど、TSUTAYA、まあ、中身に吉川君が、まあ、クッションになるみたいな、そうです、そうです、あ、でそれと同時期ぐらいに3年を超えたあたりでフルタイム出社、フルタイムの出社をしなくてもいいですよっていうふうに契約が変わったんですよ、へえ、あ、そうなんですか、はい、ということもあって、おし、やっと会社作ったから TSUTAYA 以外に仕事もできるぞってことで、まず最初にしたのが魚を売るという、魚、はい、それをこうピッてこうやってこうやって、いや、するんですか、足を入れると、はい、角質を食ってくる、あああったあった、ドクターフィッシュ大経営に置いてあった、はい、あれの代理店と、あ、そうなんだ、あとこういうちっちゃいエビがいるんですけど、エビ、
綺麗なエビで、エビ観賞用のエビで、でなんか模様が綺麗だと1匹5000円1万円とかするんですけど。あ、そうなの。はい、それをそれそのエビと魚でフィッシュリンプって店を、うん、やってたやってたんです。ジャレコみたいなね。ある意味でもまあもうそこお客さんが死んじゃったとか、まあクレーム来るじゃないですか、うん、でもこれはやべえっつってやめたりとか。これはやべえ、はい、で、あとはまあ結構あんまり言いにくいこととかもいろいろ、あ、まあいろいろやって、はい、やってで金を捨てて、でまた伝えて頑張って、あ普通にで、ちょっとお金できたからじゃあやってみたいな、じゃあちょっと違う仕事で当てようかみたいな当てようかみたいな、あ、そういうバランス感覚で。そうですね。でもゲームの名前が会社名、シティコネクションでやってたんだ、ね、まあ、まあでも当時からずっとゲームのことをやりたいとは思ってたんですけど、まあとりあえず、まあ当時共同経営だったんで、はい、まあそういうみんなで話し合うととりあえず金儲けるしかないでしょうっていうところで、まあちょっと目先のところにとらわれた。なるほどね。吉川君と一緒にやってたやつはそんなにゲームに盛り上がらないから、まあゲーム好きだったんですけど、まあそこまで。そうですね。吉川君的にはいずれはちょっとゲーム界に進出したいというこうずっと思ってました、ね、野心がどっかにあって、はい、うん、エビを売っていたと。エビを売ってた。魚を売っていたと。魚的なね、はい、なるほどね。でその後で、うん、まあ一個大きな賭けに出たのが、ツタヤをやりながら浅香市ってあるじゃないですか、うん、あそこのビデオレンタル屋を居抜きして、うん、在庫ごと買ってビデオレンタル経営を始めたんですよ。へえ、マジで、はい、ビデオ屋を。そうです、マジで。だからもう自分の中には伝えのノウハウが全てあるわけじゃないですか、うん、3人の中に、うん、だから俺らが居抜きしたらこんな赤字店舗すぐに黒字化するだろう、楽勝でしょ、楽勝でしょっつって、うん、半年っすね、うん、ダメになっちゃう。そうそう、甘いもの。甘いもんじゃない。でまた金失って。なるほど、うん、まあ、結構だからそういう意味で山あり谷ありだった感じ。そうですね。え、でも吉川君って若いよね。いくつだっけ。常に社長とやってた時が27だったので。だよね、20代で2004年ぐらいからやってるわけでしょ。そうですね。まあでも金どうたらとかなんかそういうことはそのずっと前から結構株やったりとかやってたので。ああ、個人的に。個人的に、まあ、まあ少なからなんか我流ではあるけれども、ちょっとお金の運用みたいなものは、そうですね、若かりし頃からちょっとこう折れてるみたいな、20代前半ぐらいから新聞、あ、そうなんだ、新聞配って配達の金貯めて株やってとか。なるほどね。これ社長ならではのセリフだよね、うん、もう俺みたいにさ社長やっててもさ、なんかよくそういうの分かってないやつもいれば、なんかそのちゃんと社長やってるやつって若い時からその辺やっぱちゃんとしてるもんね。ちゃんとしてましたね。あんた、まあ、いやだからいくつは分かってるみたいなさ。周りからはバカじゃねえのと言われてましたけど、うん、まあでも俺もやっぱ俺が独立したのいくつだったの、30ぐらい。まあ一緒ぐらいですよね。一緒ぐらいだよね、うん、今年うちの会社11年目なんですよ。はい、単純に引くとやっぱ30ぐらいか、うん、俺も30ぐらいで独立してるんですけど、いや全然わかんない。独立してから一つずつ覚えてった感じなんだけどね。全然知らないから。そうっすよね。俺も何回しも金もったいないなと思いながら。いやだから相当損もしてるし、はい、やってるし、無駄もね、騙されたり、騙されたりもしてるしね。まあその辺はね、よく11年も思ったなと思って。まあちょうどそうっすよね。10年と11年10年でしょ。10年11年、ね、だからまあよく思ったなって感じだけど、うん、それで、うん、まだジャレコ出てこずなんですけど。全然出てこないです。出てこないですね。全然出てこないですね。でその副業というか、まあ、会社の事業の中で携帯の動画配信というのを、携帯の動画配信、また代理店で始めるんですよ、うん、はい、そのそれはどういった動画なんですか。お客さんから宣伝したい動画とかを預かって、はい、あ、まあ、専用のそういう管理画面があるんですけど、はい、そこで動画をアップすると、うん、QR コード吐き出されて、うんうん、でまあ、当時ガラケーなんですけど、まあ、どんなガラケーでも対応していて、はい、そのガラケーで QR コードを読むと動画が見れるっていう、うん、携帯の動画配信サービスのシステムを売ってたんですよ。売る、はい、あ、なるほど。でそれが結構うまくいってですね。あ、そうなんだ、はい、お客さんが何社かついてですね、うんうん、そこの一社にあの竹藤っていう金融、竹藤、はい、竹藤の OB の人がやってる会社があったんですよ。はいはい、はい、
でそこの社長とめちゃくちゃ仲良くなって、もうなんか週に何回会ってたかぐらい、結構仕事以外でも、うん、ルパンさんとかもそうなんだけどさ、吉川君も結構親父キラーなとこあるもんね。ああもうまさにそういう、まあそうですね。あこれね、これもまあ社長独立すれば分かるんだけど、うん、なんかその金持ち口説くなんかそのポテンシャルというかなんかセンスというか、うん、なんかそういうのあるよね、はい、で竹内の OB から気に入られ、はい、そう竹内の OB に気に入られてで、うん、まあ結構飲みに行ったり遊んだりしていると、うん、まあその竹藤の OB が元同僚が今ジャレコホールディングスという会社に大量になだれ込んでると。ジャレコホールディングス、はい、でそこもその動画配信のお客さんとして使えるんじゃないって話を、はいはいはい、されて紹介するよ。一瞬時が止まったんですよね。あ俺シティコネクションって社名作ってでやっててこんな関係ないことをしててジャレコとつながったんだけどみたいな感じで、ああなんで、うん、でもすごい嬉しくて、あやった、うん、ジャレコだなんだこの偶然っつって、あ、うん、なるほど、はい、でジャレコホールディングスにその竹内の OB の社長さんと一緒に行って、でそこでまあこういうサービスやってますとかって言って営業して、プレ営業して、はい、でそのジャレコホールディングスの人たちともすごく仲良くなったんですよ。はいはい、はいはい、役員まあみんなもっとその金融系の人ですね、竹内の人なんですけど、うんうん、あそれでつながったんだ。それでつながったんですよジャレコと。で当時そのジャレコホールディングスはゲーム事業をやっていなくて、ゲーム事業はまあ一応あったんですけど、はい、まあ僕が会ってたのはもう全然違うジャレコホールディングスの金融の部門とか、うんうん、そうですね、つまりそのそれが2000どんぐらい8年ぐらい、ジャレコールディングスは2009年かな、2009年ぐらいか、はい、ジャレコ自体は、うん、そのずっとなんだなんていうのかな、まあ、最初はあの基盤売ることから始めて、そうですね、いわゆるその僕らレトロゲームファンが知ってるジャレコとは違うジャレコだよね、はい、そうですね、もうまさにゲームもほぼほぼ出してなかった時期ですし、それこそ黄金の絆っていうのを作ってたぐらいじゃないですかね。ああ、うん、そっか2009年ぐらいの話ですね。そうだよね、はい、うん、そっかジャレコ、そうですね、それぐらいの、うん、ジャレコ自体はあれそこ創業何年ぐらいでしたっけ。83? じゃあ違う、もっと前、70何年とかですね。あそこでちなみに最初に出したゲームって何なの。最初は、まあ一応社長の家に行ってきたんですけど、あのブロック寿司とか、うん、ポンの、ポンとかの、まあ、パクリ、パクリ理系、まあ、コピー的 な、はい、なリスペクトオマージュ的な基盤を出して、で、インベーダーのパクリで当てて、当てて、はい、時代の流れの中でそれがすごい売れてお金ができて、で、はい、で、まあ、でこのままパクリずっとしててもダメだぞっていう流れがまあちょっと業界の中にあったので、金沢さんもじゃ あのオリジナルタイトルをやるかというところで、うん、ノーティーボーイですね。ノーティーボーイ、はい、それが初めてのジャレコが開発したゲームになってる、はい、ジャレコそ外注の開発ですね、外注、あ、なるほど、エクセリオンとかの、うん、を作った人がノーティーも作ってます、ね、ノーティーも作ってるってこと、はい、なるほどね。それでまあトントン拍子で、まあ、そういった基盤が流通して、はい、まあ、後にファミコンができて、うん、そうですね、まあ、ファミコンにファミコン儲かるらしいぞとかって話になって、でジャレコも参入して、うん、でまあ工場とかも自社で持ててたんじゃないですかジャレコって。あ、はいはい、まあ1本いくらかのロイヤリティで大量に作れるし、うんうんうん、そうだね。なんかさ、まあ、これ言っていいのか分かんないんだけど、はい、テクモのさ帽子とさ話すると、テクモの帽子も金沢さんが電話して、そうそうそう、あ、その話ですよね。そう、なんかもうまあ テクモとしては俺は業務用だと、うん、そうですね、どう考えたってそんなガキのおもちゃ、うん、扱うのは、いや、俺らとしては違うだろうと、はい、って言ってたら、金沢さんがなんか向こうでファミコンですごいなんかどんちゃんゲームを作ってると、うん、でテクモはそれを見て
あのケチな金沢さんがやってるということは、うん、これは儲かるぞ、 と言ってファミコンに参入したらしいですからね。そんな逸話、あれ金沢さんがなんか電話して電話してね、儲かるからお前やればとか、そうだよね、言ったらしいですよね。ね、まあ金沢が言うならやるっつって、うん、テクモが参入したっていう話ありましたよ、ね、まあ、そんな感じで、そうですね。で金沢社長って初め自分がプロデュースずっとしてたんですよ、うんうん、萌えプロぐらいまでは全部ちゃんと見て、うんうん、で自分がプロデューサーしてたんですよ、うんうんうん、なんかその金沢さんがそのジャレコって特殊ですよね。なんかそのほら NMK さんとかに振ったりとか、はい、まあ、自社で作ってるものもあるし、うん、なんかその辺が金沢さんって当時から今っぽいよね。そうですね、今思うと、ね、作れるものは作れる人に任せちゃえばいい。そうだよね。で、うん、タイトルを増やしてでジャレコをやることは、まあ、あの人は売っていくことは得意だったんで、売るのがとにかく得意だと。そうですね、うん、だからまあ作れる人に作らせればいい。そうですね、まあ、自社で作れるものは作ればいい、うん、みたいな感じで、まあ、自社もあるけど、はい、なんか NMK さんとか東瀬とかに、そうですね、結構ねゲーム作らせたりとかして、うん、だから今っぽい系実はジャレコってやってる、ね、当時からそうですよね。で上場もゲーム業界だと2番目じゃないですか、うん、ああそうかもね、うん、3番目かな、3番目、そうですね、うんうん、ということでじゃあそんなジャレコとのお付き合いが始まるということ で、 そうです。どんなエピソードが、ジャレコはまあ結局2000年で金沢社長体制が終わるんですよ、ね、終わる、うん、はい、でそこから PCCW という会社に金沢社長が全株式を売却して、うんうん、で PCCW という、まあ、香港の通信会社なんですけど、うん、それが日本に進出するために PCCW ジャパンというのをジャレコを入れ物にして社名を変えちゃうんですよ、うんうん、でもまあちょっとうまく いかずですね、金使いすぎて、でまた2005年に社名をジャレコに戻すんですよ、はい、はい、うん、で戻して PCCW がもうダメだって言って撤退しちゃうんですよね、うん、で撤退したそのジャレコの株式がどこに行くかというと、イギリスのサンドリンガムという投資会社があるんですけども、うん、はい、完全にマネーゲームの、うん、まあ、投資会社ですよね、うん、まあ、そこに売っちゃったんですよ、はい、そうなので2005年からはサンドリンガム体制になるので、うん、でそこでそのサンドリンガムの日本の社長をしてた人が竹藤の元常務なんですよ、はい、へー、うん、すげー、ですごい、今スケールのでかい話してるでしょ。基盤屋と一緒で会社買う会社があるんだぞ。でその竹藤の常務が自分のその言うことを聞くというか、うん、まあ、買い勝ってた人間を大量にジャレコホールディングスに入れるんですよね。ああ、なるほど、まあでもそれがあったんで僕がその人と会えた、会えたんですよ。だからラサンドリンガムが勝てなかったら僕は会ってないです。なるほどね。え、それでじゃあ何かやるかみたいな感じで、それでまあ結局その携帯の動画配信の営業の打ち合わせとか、うん、まあ、いろいろしてても僕ジャレコの話しかしないんですよ、結局。いや俺実はシティコネクションが好きで、つって会社名にまでしちゃってみたいな。そうだから社長で言ってんのにこんなことして目キラキラさせて、うん、今ってジャレコって何やってるんですか、どうするんですか、ゲームこれから出ないんですか、ゲームとかどこにしまうアーガスツールとかないんですかみたいな。そう、もうこういうもう向こうからしたらポカーンですよね。豚さんダッシュとかないんですかみたいな、そういう話をしてるわけです。してるんだけど、分かったと、吉川もそんなに好きなんだったらジャレコ売ってやるよと。えっ、えっ、えっ、マジっすか、マジっすかみたいな、売ってくれるんすかジャレコ、ジャレコが俺買えるんすかみたいな。そう、え、そんな権利手にしていいんですか、うん、3億持ってこいって言われて、いや高っ高いなマジで、うん、まあ、まあ借金16億ぐらいあるけどとりあえず3億持ってきたら残りはまあ放棄してやるからとりあえず現金で3億持ってこいよって。3億を持ってこいと、はいはい、でどうしたの。3億を持ってったらジャレコが買えるから3億集めなきゃと思って、うん、これ変な正義感にからね、会社戻って事業計画書1週間で作って、うん、そこから数ヶ月間資金調達ですね。資金調達、はい、マジで
フィールドコンバットがみたいな関係でそう、あ、そう、これはパチンコで使えて、これぐらい、これぐらい、スチパあるし、そう、スチパあるし、でもやっぱりこれで、これで計画で、3億楽勝じゃんっつって、この計画書があったら絶対金引っ張れると思って、うん、どうだったの？で、まず蔦屋の副社長に会いに行ったんですよ、うん、じゃあダメっつわれて、ダメで、ゲオ紹介してやるっつわれて、ゲオ、はい、レンタル屋の、あ、ね、であそこスパイク買ってたんで、で多分金を出してくれんじゃないって話で、うん、行ったらダメって言われて、ダメ、うん、もうすごい頑張って、まあ、ダメ、いい計画書作ってんのに、いい、そうダメ、フィールドコンバットがガラケーでみたいな、いろいろ作ってんのに、そうです、ダメダメで、 M&A 専門の会社にも声をかけていたの で、うん、でそこが大塚商会の息子がゲーム会社を探してると、うん、買収の、うん、話して、まあいいか、でその人に俺が社長をやるから3億出してくれってしたら、うん、その人結構ゲーム詳しくて、うん、バカじゃねえのっつって、うん、ジャレコに3億なんか出せるかよって話になって、お前フィールドコンバットだぞっつってP47 に3億出せるかよと、で結構そこでまあ熱く、この人もしかしたら口説いたらいけるかもっていうのがあって、で結構でいい人だったんですよ、うん、ただその人が吉川君と、君の会社はシティコネクションという社名、うん、それはジャレコのゲームだよねと、吉川君がジャレコのシティコネクションというタイトルだけを買ってくるんだったら俺は金を出していいって言われて、おお、なるほどなるほど、うん、じゃあジャレコ全体ではなく、うん、そこのある、まあ、細かいジャジャマール君とかね、いろいろ IP があるわけじゃん、うん、まあそれでシティコネクションというものがうちに来たら吉川君の社長面白いじゃんとかって言って、で、まあでもそれってジャレコ買うことにはならないし、うんうん、関係がない話なんで、うんうんうん、まあちょっとそう、今ちょっとそういう話ではないんで、うんうん、っていうことでそれも流れたんですよね。それも流れたと、うん、なるほどね。で、あとはファンド系ですかね、ベンチャーキャピタルとかに、うんうん、上場をさせるから、うんうん、投資してくれとか言ったりとか、うんうん、あ、いろいろそこはこだわりで手尽くしたんだね。そうですね、一通り金が出そうなとか全部行きましたね。営業行って、はい、話して、うん、うまくいけばいいなみたいな感じで、はい、で結果どうなったんですか？結果集められなかったんですよ。集められなかった、うん、そうっすね、3億円、3億集めれなかったですね、うん、で3億集めれなかったんでどうでっていう交渉をしてたら、そのまあ竹藤が当時その別件で200億調達するっていう案件があったんで、うんうん、でそこで3億だったら紛れさせてあげるからさとか、あー、なるほどね、ごったににしちゃって、ごったににしてあげるからさって提案を向こうからされて、おうおう、うん、マジっすかっつって、でも俺借金を背負うわけじゃないですか。まあそうだよね、うん、だからまあ当時のね、一緒にいたダイヤとかに、俺まあ3億借金を背負うけどジャレコの社長になるわとかっつって、うん、いいんじゃないとかってだけど適当に言われてそうですね、うん、でじゃあやるかってなった時に、うん、その俺にそういう話持ちかけてた人たちってまあ派閥があったんですけど、うん、まあ結局ジャレコはその時に、まあ、ちょっとこれは話せないですけど、いろいろあって、ゲームやろうっていうオンラインゲーム会社に買われることになっちゃったんですよ、ね、ああ、吉川君がいろいろ動いてたのとはもう全然別次元な話 で、ね、はい、でね、ゲームやろうに買われるという、うん、そうですね、なんか役員ではなくオーナー系の話でしょうね、うんうん、でそれで本当申し訳ないけどこの話はなかったことで、ああ、3億あればっていう話も自体がもうシャシャになっちゃった、はい、で、まあもう泣いたし落ち込んだし、うん、もうどうでもいいや仕事なんてってなったんですけど、まあその当時の同じ系をしてたやつらからもうジャレコは忘れろと、うんうん、で、また蔦屋の仕事にちゃんと戻るわけですよね、うん、なるほど、うん、結構半年間近くそのために時間全部使ってきたんで、うん、お金も、うんうん、まあ変な話電車賃から全てだよね。そうですね、そういう意味では、ね、まあでも
忘れろって言われて別のことをしだしてからは、うん、まあこれで良かったのかなと思ったりもしたし、うん、まあ俺とジャレコの関係はそこで終わるわけですよ。一回ブツッと、はい、なんだよ、うん、まあでもしょうがねえよね、大人の世界だしねっつって終わっちゃう。そうですね、うん、そしてそこからなんですけど、またどういった経緯で、そこからですね、うん、まあそのジャレコホールディングスに買収で出入りしていた時にも、まあ、その子会社のゲームジャレコの方ですね、うんうん、の加藤さんっていう、あ、はい、加藤さんとはすごく仲良く してたんで、うん、まあ俺が買うかもって話は別にせずに、うん、まあ、普通に仲良くしてたんで、うん、まあ、もともと TSUTAYA をやってたこともあって、うん、その、まあ、ゲームのサウンドトラックがないと、うん、全然レンタルに、うん、レンタルに、うん、だから作りたいなと思ってるんですよって話を して、うん、で、まあ、もしよかったらそのジャレコのライセンスって貸してもらえませんかって言ったら、いいよって言って、おー、なるほどね、うん、だからジャレコ忘れろって言ってずっと忘れてたんですけど、まあ、その個人的につながってた加藤さんに、うん、まあ、ちょっとそのうちの他の社員には内緒で、うんうん、ちょっとライセンスを貸してもらって、じゃあゲームサントラを1個ちょっと出してみて、で当たったら、まあ、今後もこういうの出していくみたいなのがあったんで、うん、でそれでまあ、そこでまたちょっとジャレコとのつながりができるわけなんですよ、うん、はい、それが2010年の夏ぐらい、10年の夏ですね、はい、うん、でそこから半年後ぐらいにそのロムカセットディスクインジャレコっていう、ああ、いわゆるそのクラリス1枚目ですね、レーベルから、はい、でクラリスディスクっていうレーベル名もまだその夏にはなくて、本当年末ぐらいにいきなり決まった名前で、うん、はい、あ、そういった経緯で、うん、まずはジャレコから、まあ、人の兼ね合いで一番近しい部分から、そうですね、俺ゲームの系の知り合いってジャレコしかなかったんで、うん、はい、だからジャレコのことはすごい何でも知ってましたけど、うん、まあ、それ以外のつながりってほとんどなかったんで、あ、そこで初めてクラリスから、うん、作って、そうですね、レーベルを作ってサントラが発売される経緯になった、はい、からシティコネクションっていう社名でジャレコのサントラを出したっていう話題性はありましたよね、うん、なんか僕らって外からそれ見てて、もう僕らはもうすでにゲームサントラをこうリリースしている会社だったわけじゃない、ね、はい、まあ、INH、あと、まあ、ティームエンターテイメントームジね、うん、あとスーパースイープ、あとウェブマスター、まあもうみんなズブズブに知り合いなわけじゃない。そうですね、クラリスディスクあれ何どこだろうとか言って、何あれよく会話して、いや知らないんだよねって、うん、え KRD さん知らないの、じゃあ誰が知ってんのって言ったら、いや知らないんだよね、知るわけないっすよね、じゃあ全然繋がりないですもん、ヤギさんにスイープの、うん、あれ知ってますって言ったら、知らないんだよねとか言って、うん、えっつって、うん、誰が出してんのみたいな会話した記憶ある、うんうん、あの吉川くん以外が集まって、ね、ちょっとびっくりした記憶がありますけどね。その頃ってまだ TSUTAYA の仕事もしてたんですよ、うんうんうん、で全然 TSUTAYA の業務で TEAM さんに行ったことがあって、はいはいはい、うん、で岩見さんに、当時の、そうですね、岩見ディレクターに、岩見さんに TEAM さんのゲームサントラをお伝えでレンタル扱わせてもらえませんかっていう営業を僕がチームにしてたりもしたんですよ。ああ、そうなんだ、はい、マジで、うん、あ、言ってた、ヤミ君、うん、そう、あの池田さんが謎がってた人と会いましたよとか言って、そうなんですよ。頑張ってましたよみたいな。なんかさ、そうだ、言ってた言ってた、うん、そうなんだ、そっからサントラ業務が始まったんだよね。そうですね、で、1個目がまだ伝えの流通とかも結構流せたんで、うん、まあ、ぼちぼち売れて、うん、で三電子のが結構大ヒットしたんですよ。あれ売れたんだ、はい、あ、本当、うん、でこれはいけるって思って、うん、いや要はその最初はまあコネで、コネというか知ってる人がいたからジャレコのゲームのサントラを出したと、はい、でも結果的になんかその三電子とかね、うん、他のメーカーにもまあ行こうと、まあ、ジャレコだけだとまあネタとか当然尽きてしまうので、はい、
他のメーカーにもライセンス契約で営業行って、うん、で取ってきて、まあ、しっかりそのサントラレーベルとして機能させようっていうような、あれになったわけだね。そうですね、サンデンシーを出しあのリリース出した後の反響ぐらいでこれはずっとやっていこうと思いました、うん、定職としてこれはいけるんじゃないかっていうようなこう、うん、あれを取ったんだよね、手応えだな、はい、でそのクラリスディスクというものは本当に社長の俺が社内で一人でしてた、まあ、まあ一人っていうと語弊があるんですけど、まあ、その伝え屋系の仕事をしてた人たちには少し手伝ってもらいながら、うん、僕がその、まあ、当時社員じゃなかったもう全然外のイオナさんとか、うん、マーブル先生とか、うん、有田俊とか、うん、今は社員なんですけど、うん、のと社長でしてたプロジェクトだったんですよ。ああ、なるほどね、はい、ちょっと声かけて、まあ、当然知り合いだったら連中ゲーム好きそうな連中に声をかけて、そうですね、それでこう作ってたプロジェクト、うん、はい、ね、そうなのでシティコネクションという会社の中では吉川またジャレコまだこだわってるのかよ、ま、こだわってるしでクラリスディスクとか CD とか作ったっていけるわけないじゃんっていうのがあって、まあ社長ながら多少肩身は狭かったのもあって、でそれの次の年ぐらいに蔦屋から仕事を完全に切られちゃうことになるんですよ、はいはい、長い間お疲れさんっつって、あ、だから毎月何百万入ってた金額がなくなるんで、うん、これやべえぞってことで、うん、でまあちょっと会社の中でもちょっと揉めたりとかで、うん、今後どうするのってことで、まあ、結局まあ共同経営者辞めちゃうんですけど、うん、まあ、別に喧嘩とかではなく、うん、でもそこからは完全に自分のやりたい放題というか、なるほど、 こうやってしたかったっていう部分を全て押し出していくみたいな感じ押し出してきて、でそこで初めて、まあ、マーブル先生とか、はい、有田君とか、そうですね、まあ、井上君とかが、うん、まあ、と合流して、そうですね、まあ、また、まあ、会社名は一緒だけれども、はい、新体制としてスタートする。そうですね。で、他にもそのタイミングで別の人が入ってきたりもしてたんで、あ、まあ、完全に新生シティコネクションっていう感じですね。あ、はい、なるほどね。で、まあ、で、まあ、それでも伝え系で少し仕事まだ残ってたんで、うん、で、そこの部署の人間は今でもいるんですけど、うん、はい、なるほどね。まあ、じゃあ、紆余曲折あって、そうですね、サントラをまず、うん、作るとうう、結局その、まあ、俺の悪い癖なんですけど、クラリスディスクやりながら、まあ、そこまで儲かってなかったんで当時は、うん、まあ、共同経営者から儲かることもっとやれよとかって話を、まあ、言われるわけだ。今はじゃあなんか介護事業が流行ってるぞとかってことで、うん、訪問介護事業を買収したんですよ、うんうん、で買収して、で自分で訪問介護事業を立ち上げて、うん、で介護の、まあ、資格の学校行きながらクラリスの CD を作ってたって時期もありますし、あ、はい、俺と会ったのってその頃、池田さんと会った頃は介護はもう介護の会社は潰れてましたね。また潰したんかいって話、俺と会ったのいつだっけ。池田さんと会ったのはバンダイナムコのメガドライブ編の時に、ああ、はい、2000フェリオス取ってくださいなんて、ああそうだっけ、そんな話だったと思うんですね。ね、まあ、人づてに人づてに、そうですね、はい、そうだよね、なんか、うん、まあ、一つ覚えてるのがその吉川くんが一番最初に会う時に俺にドラ焼きを持ってきたわけだよな。ドラ焼き持ってきましたよね。うん、で、まあ、ありがとうございますって、はい、もらうじゃない。はい、いや俺あまり食えないんだよねとか言えないじゃない。初めて会った人にこのドラ焼き持ってったら絶対いけるいけると思ったわけでしょ。で、まあ、俺はまあ甘いものが苦手で、でちょうどその時ね、今ほど八丁うちに入ってなかった時期で、はい、で八丁たまたま来たんだよね、うん、あ、たまたまだった、たまたま来たの。あ、そうですよね、あの時。それで俺皮だけ食うから八丁中身食えつやった記憶ある。うまいって言ってた。でも八丁くんも甘いの苦手なのにこのあんこはいけるって言ったぐらいのドラ焼きを持って、うん、確か帝の事務所で話しました。から当時、まあ、その帝のあのオレンジの扉の向こうって怖かったわけですよ。ああ、うん、
まあ、イメージ的に、ね、イメージ的に誰がいて何やってんだろうって言って、でもう、もうなんか知ったこっちゃないって言って、うん、もうバーッとすごい出入りしてたじゃないですか、うん、週何にとかで、うんうんうん、でも池田さんに相談 しまくって、でいろんな人からこいつ誰だって多分思われてたと思うんですけど、うんうん、すぐ仲良くなって、ね、まあ、そうですね、すぐ仲良くなっちゃうんで、まあ、最初さ、うん、なんか俺らもなんかクラリスの連中ってなんか知らねえからそうっすよね、なんか名前なんだろうねみたいな、うん、まあ頑張ってねみたいな感じの空気出したと思うんだよね俺らって。いやー、まあでも仕事として収録をお願いしてからは池田さんはすごく、あ、いや、うん、もう全然で吉川君と話したんですよその時に。したらなんかすごくな、最初に多分聞いたと思うね、なんでジャレコだったのとか、あ、そうです、ね、なんでさ、こんなの売れねえだろみたいなさ、言ってました、ね、とこまで多分話した時に、うん、なんかすごい返ってきた答えが、いやでもじゃあ誰が出すんですか、うん、とかさ、うん、これを出すからやっぱゲームミュージックのサントラとして の, なんかそのレーベルとしての個性だし、うん、みたいな、すごく僕が吉川君にこうモチベートされた部分っていうのがあってさ、うん、なんだよこの人すげえゲーム好きじゃんと思って、うん、まあ何回かそういう話ってかつてしたことあると思うけど、ゲーム好きだしジャルコ好きだって知って、うん、だからそこでなんか、うん、じゃあそんな好きなやつが作ってんだったら、うん、ちょっと協力してあせてほしいななんつって、うん、まあ、そのメガドライブのフェイオス撮ったりとか、はい、あとなんだっけホットビーだっけ、ホットビーのシュマイザーロボとか、ロボとかあと撮ってとか、なんだっけ意味わかんない、中華大戦、ね、中華大戦撮ってなんかあれだよ、ね、プレイガール撮ってとか、あ、そうそうそう、うちでマーブル先生がやってる、あ、中華そのプレイとか、うん、あの配信プレイ配信とか、そうイベントも一緒に結構やりだした、ね、やったりとかねしてね、なんか奇跡的になんかどっか以外を全部集めてトークライブとかやったよね、あ、ありましたね、サントラ作ってるやつ全部集めて、はい、あれって今思うとすごい奇跡的な状況で、今絶対またできないんで、そうですね、まあ、またいつかチャンスだったらやりたいなって思ってたりとかもするんだけども、うん、なんかそれで吉川君とそう話していく中でなんか楽器も実はやバンドとかもやっててみたいな話になって、うん、じゃあ僕もヘビーメタルライデンっていうバンドやってるからじゃあライブ来てくれとか、一人で成田行って、うん、ヘビーメタルライデンを見たくて友達誰もいなかったんであの頃はまだあの頃誰も KRG があの屋台で全てこう飯を食ってる中まだ知り合いじゃないみたいな、そう、ほんと一人もいない中行って一人でヘビーメタルライデン見て、うん、暑いのにでわーっつって、池田さんとは知り合いだったんです、うん、で池田さんにとまあ俺もやっぱバンドしたいっすわなって話をしたりして、うん、そうだよね、行きましたね、なんか、まあ、まあヘビーメタルライデンと別にやろうみたいな、ね、うん、感じで、まあ、バッドコネクションとか、そうですね、ね、クラリスのバンドの結成に、うん、作りましたよね、至るわけなんですけどね、なるほどね、まあ、今までの話だとじゃあジャレコってうちじゃないじゃんって話なんですよね、まだまだまだそうですよ、はい、で今ほら萌えプロ、はい、ノーフューチャーに大吉川さんがプロですってこう認めた配信がね、かつて、はい、ちょっと前にあったわけだけど、うん、そこに至るまでの話じゃあちょっとまとめていこうか、そうですね、でその第1弾のジャレコを出したあと、うん、ジャレコと連絡が取れなくなるんですよ、うん、うん、CD 出した後に、はい、本当あの猫が飛んでる CD、うん、そうですね、出した後に、うん、あ、本当連絡取れなくなって、うん、で、みんな音信不通、まあすぐじゃないですけど、うん、半年後ぐらいからいきなり連絡取れなくなったんですよね、うんうん、でアーケードのジャレコしたかったんで、うん、あ、はいはいはい、うん、でまたちょっとその竹藤系当たったりとか、うん、取れないんだけど、取れないんだけどって言って、うん、あれとかって言って、うん、でまあなんとか関とか連絡が取れた、うん、ですよ、取れた、はい、ああそこにいるよ、そうですね、すごい時間かかったんですけど、うん、でそこでアーケードのサントラが出したいから、うんうん、まあ取り捨てくれって言ってすごい張り手悪くて、うんうん、でまあでも結構時間かかって交渉した結果アーケードの3部作の許諾をまあジャレコではなくゲーム野郎からしてもらえたんですよね、はいはい、うん、ゲーム野郎、うん、その僕がその買収ができずに、うん、結局買われてた先ですよね、ああゲーム野郎が買収したってことなんだね、はい、なるほどね、
実は吉川君と会う前に、うん、ティームさんとジャレコのサントラ作ってんですよね。そうですね、作ってました。実は作ってて、その時はティームさんどっからそのジャレコの版権持ってるって調べたのか。俺は全然、あの時は加藤さんですよ。あれは加藤さんか、はい、あれは加藤社長時代だったんで、すごく連絡もしやすかったし、これしたいって言ったら、あれはまだぬるかった、ゆるかった。その後の話だね、じゃあね。そうですか。そう加藤さんが社長じゃなくなってから連絡が、そうなんですよ、プログラムになっちゃったってことね、うん、そうなんだ、うん、だから俺、チームとやった時はまあ交渉事は全く一切してなくて、ただ単に、うん、あの基板から音を取るっていうだけの仕事をしてたんで、はい、細かいことは分かんなかったんだけど、うん、じゃあ吉川君もそこでちょっと苦戦したって、ね、そうですね、苦戦をして、でゲーム野郎からそうですいけると、契約してもらって、契約させてもらって、はい、それでアーケードの、アーケードの3部作ですね。3部作3枚ね、アーケード用の、はい、あのクラリスからサントラが、あれほぼ全部池田さんとこですもんね。ああそうだね、うちの、そうですね、俺と川島くんで撮ってチェックしてみたいな、うん、でそれだけだと、まあ、ティームの時ちょっとやらかしちゃったんで、まあ、並木さんに、そうですね、並木さんにすんごいチェックしてもらった、ね、チェックしてもらって、はい、これがそうだ、これがだとか、うん、であともう16ショットの阿部さんとかにも、そうですね、岡村さんとか、岡村さんも含めて、坂本さんもそうだし、そうだね、もうとにかく今回は完璧なもの作ろうみたいな、そうですね、もう NMK であったりジャレコプロパーのコンポーザーさんとか全部に声かけてね、ちょっと完璧なもの作ろうっつってやって、うん、でそんな中でじゃあこれも入れよう、あれも入れようなんつって、そうですね、ジャレコの倉庫から、ジャレコの、まあそうですね、倉庫から、うん、キメラビーストとモイプロを発見しつつ、うん、まあ、今の状況になってるみたいなね、うん、すごいなんかあの3部作はだから思い入れが深いよね。そうですね、僕もそうだし、プレイヤーさんもすごい、あれがなければ楽しめなかったみたいな空間、うん、時間っていうのがあったと思うんで、うん、よかったよね、すごい。そうですね、なるほどね。ジャレコの3部作もすごく出来が良くて、うん、でそのタイミングでゲームメロさんとも仲良くなるんですよね。はい、ゲームメロさん、はい、まあ、僕基本的にそうなるとみんなすごく仲良くなっちゃうんで。ああなるほどね、はい、まあそれは吉川君のスキルとしてはやっぱり親父キラー的な、やっぱりそうかもしれない、スキルが高いんだな。はい、あそれで、それで、でこっからがこんな番組出て、うん、こんだけいろいろぶっちゃけて話してるんですけど、こっからは僕だけの話じゃなくて、うん、まあ、誰かのちょっと名誉の部分だったり、うん、個人情報だったり、そういったことも含まないと話せない、あーなるほど、ことになるので、まあその辺はそうなんですよ、ここから話せないんですけど、まあその結果的にあのゲームやろうからうちにジャレコのゲームのコンテンツだけですね、うん、IP だけを引き受けることになったんですよ。まあそうだね、でゲーム野郎さんとサントラを作るためにあの付き合った中で、はい、紆余曲折の中で IP をクラリスさんで、クラリスさんで、ごめん、シティコネクションでやらないかという話に、そうですね、でつながっていく、いろいろ話し合って IP だけをじゃあ引き受けて、うん、ジャレコという会社もゲーム野郎という会社もシティコネクションとはまあ関係がない、うん、全く。ゲームのライセンスだけをうちで譲渡を受けるという、うん、はい、なるほど、いうでそれもあのこんな言い方するとあれなんですけど、うん、あの僕は引き受ける気全くなかったんですよ、うんうん、なるほど、最初池田さんも知ってたと思うんですけど、うん、引き受ける気もなかったし、なんでこんなことになってんのかっていうのももう戻れない状況で、うん、引き受けるしかなかった。あまあ紆余曲折の中で引き受けざるを得なかった、ざるを得なかった、どうしようもなかった、まあまあこの頃もう吉川君とはさっき言った通り知り合いだったんで、うん、まあ、キメラビーストだけ取ればいいんじゃねえとかさ、うん、なんか美味しそうなやつだけ、なんかその変な話シューティングだけ、うん、マニアックなやつだけ取ったらいいんじゃねえって、でもモエプロいらねえよみたいなさ、なんかそんな話した曲で別の方とかに話したら、じゃあなんでうちに声かけてくれなかったのって言われる社長さんとかもいるんですけど、うん、もうそういう状況でもなかったんですよね、うん、うち選択肢もなかったし、うんうん、っていう中で引き受けて、でまあその後やっぱりそれだけの金沢さんからの時代で築き上げたゲームのタイトルがいっぱいあるじゃないですか、で関わった人間もすごいし、で、まあ、自分も思い入れあるし、うん、
なんかそんな隠れてなんかこそこそやってるのは失礼だし、うんうんうん、これは胸張って素晴らしいものなので、まあ、自分のとこでも使うし皆さん使ってくださいっていうふうにやっていかないとダメだなっていうのは逆の使命感、ね、そうですね、うん、が少しずつやっぱ芽生えてきて、うん、芽生えてきて、うん、で今日番組でこうやっぱ話してで今後はそのジャルコのコンテンツをちゃんと公に皆さん使ってくださいっていうそういうまあバンナムさんが IP 開放の、うん、あったね、うん、まあアイレとはまあ多分内容は変わるんですけど、うん、そういったことを今年から始めようかと思ってまして。なるほどね、はい、おー素晴らしいですね、うん、でちょっとそれは期待できそうです、ね、でそれの準備も結構1年ぐらいやっぱかかったんですよね、うん、いろいろ補整備とか、うんうん、まあちょっとその本当に紆余曲折だよね。そうですね、紆余曲折の中で、はい、吉川家の会社いわゆるそのシティコネクションが、うん、ジャレコの IP を持たざるを得なかっ た、みたいな感じでお客さんはあの配信見てるみんなは、はい、ちょっとあのでも考えて正式にちゃんと持ってるんで持ってるということで、はい、それでそのさまざまな、うん、例えば「燃えろプロ野球ホームラン競争」はい、SPSP であったり、うん、今度のプレステ4のモイロプロ野球あと AU でもですよね。そうですね、まああいったものであったりだとか、うん、ジャジャマル君のあのなんだっけなんか舞台があったよね。あ、そうですね、ジャジャマル君の舞台で今度映画化もします。映画、はい、ジャジャマル君の舞台劇場版、劇場版ジャジャマル君であったりとか、あったりだとか 3DS で今度ブタさんが、うん、あ、そうだ、はい、この間そうだ、戦え豚さん、戦え豚さんってのが出たりとか、まあ、そういうような流れになってきて、アーケードアーカイブスというハムスターさんがしてるサービスでは、うん、シティコネクションエクセリオン豚さんが遊べますし、遊べるアーケードの移植が、そうですね、でバーチャルコンソールでもいろいろ遊べますし、うん、あの結構いろいろとそうやってきて、うん、はい、じゃあ結果的にそういうゲームの仕事をできるようになったと。そうなんですよね。だからそのまあ正直今日話してることは、うん、あ、まあ、当時 は話さないでおこうと思ってたんですけど、うん、それをまあ今話して、うん、でそのうちが引き継がないといけない状況になったってことは、うん、墓場まで持っていこうと思ってたんですけど、うん、多分それも時期が来たら俺は話そうと思ってるんで、うん、はい、あ、なるほどね、はい、分かった分かった分かった、うん、まあそんな感じで番組名通りジャレコの IP は今、はい、吉川君の会社シティコネクションを持ってるっていうような、ね、はい、なんとなくざっくり理解してもらえれば、ね、今日の配信はすごい意義があったのかなっていう感じではあるんだけれども、うん、はい、そうだね、分かった。じゃあさ、一応まあ番組も終盤なんで、はい、ちょっと聞きたかったのが、はい、サントラ、ほらこの間 KRG ですよね、はい、ウェブマスターの、はい、まあ、そのサントラレーベルの社長を、うん、そして、まあ、そこだけ一点集中見た場合に、はい、同じ KRG の説明したんだけど、ね、今後どうですか、クラリス的になんか面白い感じになんかこう展望というか、はい、お話できることがあるか。展望はやっぱりクラリスディスク結構マイナーなものをずっと出してきたじゃないですか、うん、こだわりの、はい、で最近その一部でそのなんか最近メジャー感あるよねって、まあメジャー感あるっつったって相当マイナーなんですけど、あ、うん、そんな感じなんですけど、やっぱり初めに志した通りマイナーなものもちゃんと拾って、ニッチな部分に、ニッチな部分にもちゃんと戻るし、こんなことしちゃうのがうちだよみたいな、はい、であとプレイステーションであったりとか、うん、あの家庭用にも、はい、あの家庭用の、まあ、それもそうですね、プレイステーションとかセガサターンとか、うん、プレイステーション2とか、うん、そういう音源的 な部分に特徴がそこまでなかったとしても、まあ、ゲームとしてとか作品としてっていう CD はいっぱいやっぱり今後も出していきたいですね。リースきたなっていう、そういった部分ではその、まあ、他のレーベルさんとはまた違った展開を、うん、でそれも CD だけではなくイベントやったりそれをスライドさせて書籍化して、うん、であの自社でちょうどプレイステーションのサードパーティー入りをしたので、うん、じゃあそれのそのままライセンスを借りてゲームまで出しちゃおうかっていう、うん、そういうぐるっと回った展開もしていきたいなと。なるほどね、それはやっぱりクラリスディスクの強みではあるよね。そうですね、
まあ僕としてはやっぱりそのなんだっけケムコ、ね、ああいうのをさ、はい、やっぱりこう出し続けて出していきたいですよね。欲しいクラリスディスクみたいな夏目とかさ、はい、まあまあ商売にならなかったらそれはそれでアウトなんだけど、うん、なんか限界までそこにチャレンジしていく、うん、なんかニッチな層って絶対いてさ、ね、例えば100人200人しか買う人がいないとしても、うん、吉川くんが考えていることはじゃあ100人200人でどうやってペイしようか、そうですみたいなね、うん、はい、それはやっぱり吉川くんと最初に会って感じた、うん、ね、僕あこいつすげえなと思った部分だったりするんで、うん、いや100人200人しかいないから100人200人でこっちがペイできるような仕事をすればいいんですよっていうさ、うん、そうですね、やっぱそこがクラシックディスクの最大の強みだよね、うん、そうですね、何にでもなれるっていうところはありますよね。そうだよね、なんか昔さ、そうだ、なんかあれだよね、あそこで判件し取るときにさ、やっぱこういう会社話やっぱ同じサンドラ作ってるとするけどさ、しますよね、あ知り合いないですかみたいな感じで、はい、結構ありますよね、あってね、なんかでも、ね、俺も知吉川君に某サンドラのなんか IP どうすんのみたいな感じで、はい、相談されて、俺も知らねえから、うん、まあそれはもうなんか、トホンとか開けちゃえよみたいなさ、開けてほら人の名前いろいろ出てくるじゃんっつって、で片っ端から電話すればいいんじゃないっつって吉川君電話してたもんね、そうそう片っ端からトホン開けに行って開けに行ってね、人の名前がいっぱい役員とか、ね、とか何年までの役員とか全部、そうそうそう、片っ端から吉川君片っ端から電話しました、ね、いや俺がそれやるやいつかで当たんじゃねえとか言ったら、うん、本当にやると思わなくて、そうそうそう、いやこいつすげえなっていうちょっと僕も思った瞬間ってのがあったし、片っ端から電話した人がそのマモトメルダックっていうゲームやってた会社の社長さんで今でも仲良くしてますよね、うん、うん、あじゃあまあ、うん、そういう判例があって、なんかその吉川くんは多分絶対に諦めない、だからそのゲームミュージックファン、まあ、いろんなレーベルサントラ出てるけど、うん、クラリスにこれ絶対無理だと思うんだけど出せないやせんかなっていう要望だけは出してもい、うん、欲しいなって思う、忘れない、いろいろもらってってるのは全部覚えてるので、なんかそれはね、うん、僕も横で見てたんでそこはすごく強く今押したいなって思ってて、いや普通知らねえよくわかんない借金背負ってるやつに電話しねえだろ普通そ, うですね、そいつで電話番号なかったらそいつ自身行ったもんな来ました、ね、だからクラリスっていうのはそういうサントラレベルなのかなっていう気がして、うん、最後まで諦めないみたいなさ、うん、だからまあ100人200人まあさすがに10人しか買わないサントラペイするには1万円とかなっちゃうかもしれないけどまあなんかそうですね、うん、まあ価格で調整するしかないもんね。調整したりもできるし。だからなんか、うん、あの要望だけはすごい一応くれよって言える感じだよね。そうですね。はい、ね、そんな感じでね。じゃあ他にゲーム的な部分はジャレコのアイティーの、なんかほら最近ほらマインドウェアさんこの間出てもらった、はい。じゃあひとまずゲームだと燃えろプロ野球の展開をちょっとじゃあはっちゃん出してもらう。出してもらって映像ちょっとあこれ、はい、はい。怒涛の3連続。萌えプロリリースということで、はい、第1弾2015年5月21日より開幕、はい、au スマートパス版、はい、スマートパス版で、これは昔ジャレコ・ジャレソという携帯サイトの方でやっていた萌えろプロ野球のガラケー版をあの移植、はい、移植しました。それが au スマートパス限定で無料ですね、はい、はい、これはぜひ遊んで、そして第2弾、まあもうすでにミカド勢は遊んでもらってます。2015年4月11日より開幕、モエロプロ野球ホームラン競争 SP マインドウェアが開発した、はい、まあ今とかアンドロイド版のみ、そうですね、これがハマるんですよね、中毒性高いですよ。まあモエプロホームラン競争に関してる情報はね、まあ各自 YouTube とかで拾ってもらえればいいんですけど、はい、何でしたっけ、27日でしたっけ、なんかバージョンアップしてね、そうですね、なんかあの1回ランキングがリセットになって、まあなんかで、あと、うん、石の部分とかですよね、あの野球石野球石、いわゆるヘルメットではなく野球石、はいはいはい、のちょっとあの交換の条件的なものがもが、まあ、調整されていくと、はい、まあ僕ぶっちゃけ言っちゃったんですよ市川さんに、俺さ課金要素なくねみたいなそう、俺もだいぶ前から言ってますけど、うん、でね
で、ごめん、やっぱこうしていいって やりづらい世界じゃないですか、普通こういう世界って、まあ、でも、ぶっちゃけ遊んでる三日月じゃん、言えるよね、だから、言っていこうよ、うん、というわけで調整入りますみたいな感じで、そうですね、調整入ります。で、あと、いろんな基準に対応できるような、そういうチェックであったり、チェック、ね、まあ、バージョンアップももう一通り終わってはいますね、うん、次回のバージョンアップでほぼそうです、ね、もう落ちることはなくなるっていう形になるんで、うん、まあ、うん、なんか若干こう見切り発車と言われたらすごい申し訳ないなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとずつこう作り込んでいいものを作っていくっていうようなゲームになってるかとは思うんで、うん、まあ、それはシステムのね、ね、あの上乗せであったりとか、はい、いろんなイベントであったり、ね、帝杯っていうのを今度やるらしい、うん、集計でやるらしいんだけど、いろいろ聞いてるけどすごい面白そうですね。いや、もうモエロプロ野球、うん、いや、ただバット振ってるだけなんだよね。すごい面白そうなネタが今後どんどん追加要素として、ね、選手もすごいの来ますよ、いっぱいいっぱい、はい、マジでまだ言えない言えないですけど、まだ言えないか、うん、まあ、とりあえず八丁堀使ってもらえれば、そうですね、ねえ、ホームラン池田ミドル飛ぶんで、マーブル先生もいるし、そうですね、クラリスもいるし、なんかその辺使ってちょっと今後の SP の、うん、はい、小村教授 SP のちょっと爆発に待ってもらえる。そして新作、新作、これが最初に動いていた企画なんですけど、はい、今年の冬予定で、うん、モエロプロ野球プレイステーション4、うん、意味が分かんないですよ、ね、いやーこれさ、はい、ちょっと前だったらこんなの承認通んないよ ね、 そうですね、なんでこんなスーパースペックのゲーム機でこんななんか8色ぐらいのドット絵なのみたいな感じでよく承認通したね、すごいね、フル HD 対応、そうですね、モエロプロ野球しゃっくりしちゃった今、うん、いやまあこれもメビウスさんとか、メビウスさんが作ってるとか、そうですね、マーブル先生とか、うん、じゃあこれはちょっと、いつ出んの、冬年末ぐらい予定ですね、うん、はい、ぜひね、ちょっと遊んでほしい。モエプロだけで3つも動いてるという、ね、うん、どういう、今はどういう、何年なんだって話ですよ、何年なんだ、うん、でもまあそれが、うちがジャレコの IP を引き継いだということで、こういうことをやるぞっていう、うん、クラスディスクとは、まあ、方向性変わらないですよね、まあ、まあゲームにしたって、うん、うちはニッチかもしれないけど、うん、そこ攻めるよ、攻める、やる、一気にいくよっていう感じで、うん、インパクトありますよ、ね、うん、まあ、ちょっと今後のね、来年、今年年末から来年以降もね、はい、クラリスさんの攻めにちょっと期待してほしいなっていうところと、まあ一個あと個人的に聞きたいのが、キメラビーストはどんな感じですか。キメラビーストはこれもあの諦めてないですし動いてます、動いてる、ただやっぱりお時間ちょっといただきたいですね、やっぱさ、キメラビーストを動かすっていうとさ、じゃあハードどうすんのっていう問題にまずぶつかるのね、うん、ね、まあそうなるとさ、じゃあ例えばアーケード、うん、まあ、ネシカクロスライブとか、はい、なんだっけ、オールネットプラスマルシとかいろいろ方向性はある、うん、でプレステ3プレス4、はい、あと XBOX でしょ、ある、うん、いろいろあるんだけど、じゃあ何がまあ正解なのかっていうところを考えるだけでも大変だもんね、うん、そうですね、で完全移植版とリメイク版、うん、両方とかそういう話があ、まあ、2in 1にするのか別々にするのかとか、うん、で、あと開発会社さんをどうするのかとか、で、まあ、いろんな話があって、うん、少しずつは進んでるんですけど、少しずつは進んではいるけど、うん、まあ、ちょっとあの鋭意制作中というような形でここで発表させていただければなと、はい、まあ、細かいことはいずれ ね、また吉川君と僕でなんかどっかでトークライブとかやった時に、はい、話したいけど、まあ今大変だよね、いろいろ、そうですね、今一番きつい状況かなって気はしてるけど、はい、まあいずれ、はい、あの萌えプロだってさ、こうやってお届けできるまでそれなりの時間がかかったわけで、そうですね、うん、キメラビストもやっぱそれなりの時間をかければ、ね、うん、まあ、皆さんの手元にお届けすることができるかなと、はい、やっぱ諦めなきゃなんとかなりますよ、そうだね、はい、まあ、頑張ってますということで、はい、ちょっと皆さんにお伝えしてます、はい、よろしくお願いします。わかりました。 CD の方もいいですかね、うん、あ、じゃあちょっと宣伝していこうか、はい、お、来た、さあ来た、東京ヘッド、東京ヘッド来たよ、オリジナルサウンドトラック、
クラリスディスクより8月8日先行発売ということ で、ね、先行発売8月8日がもしかしたら少しちょっと伸びちゃう可能性はあるんですけど、ただ一般の8月22日に関しては、まあ、まあ間違いない、まあ問題なくな、ね、はい、するだろうと。うん、これも、まあ、ギッさんいろいろ語ってもらってましたけど、まあ、下で飲んでますけど、そうですね、はい、これも出せるのかなっていう中で、まあ、池田さんとギッさん話してて、でそれも池田さんが俺連絡もらって、うん、あ、じゃあ出します、多分いけるんでみたいな。だからさ、なんかさ、俺さ、最近さ、ね、いや、だから吉川君にね、申し訳ないなと思って、おい、吉川、出しとけみたいな感じになっちゃってる感じ。いや、それで出しちゃうのがすごいなと思うけどさ。っていうか、ホームラン競争 SP もその。そう、吉川君、これいけるから絶対やっといてね。なんか、あまり俺の情報を鵜呑みにしないでくれみたいな、それ、酔ったいけるかも。そこはなんか、うん、酔ってない時の池田と冷静にこう話したいなみたいなぐらい、吉川くんはね、あの、なんつうの、行動力がある人間なんで、早いんで、決めてきたんで、あ、もう決めてきたんですみたいな。もう契約書巻いたんだ。え、お前、大丈夫かよ、それ、儲かんのか。いや、儲かるってお前言ったじゃんみたいなさ、やりとり何回もしたことあるけど。そうですね。うん、なんで、東京ヘッドオリジナルサウンドトラックが、これ、作曲家の伊藤さんの新曲が入ってまして。はい。はい、まさしく東京ヘッド20152015超かっこいいですよ、超かっこいい、はい、おお、じゃあね、舞台見た人、見てない人はバーチャファイターのリミックスアルバムとして、そうですね、バーチャリミックスとしても楽しめますし、あと劇版としても楽しめるという。なるほどね、はい、じゃあちょっとこれは期待してほしいかなというところで、そうですね、はい、あとはなんか、あとはちょっとこれは画像ではないんですけど、ちょうど作り終わった、お、これは、これがですね、テイルズオブファンタジア20周年のアニバーサリーサウンドボックスという、テイルズ、はい、テイルズオブファンタジアですね、これ限定版なんですけど、うん、すごい、何これをこれはやるな魔法書、これ作るの大変だぞ。でこれを開けると中から通常版のケースが出てくると。おお、はい、なるほど、これが通常版のケース、通常版です。でこれが限定版で、ここにオルゴール入ります。オルゴールが入る、はい、マットマックスでおなじみのオルゴールが入るとそうですね、オープニング曲のオルゴールがあります、はい、でこういう風になってケース、スリーブケースですね。でなんとじゃんじゃんじゃん、まあ、これダミーケースなんですけど、ダミーケース3339枚入ります。9枚、はい、ええ、あ、すげえ、こんなのあるんだ、はい、3339枚、これはうちの会社もやったことないな。スーファミプレスってゲームボーイアドバンスですね。で、わかる、はい、で、全てのテイルズがテイルズオブファンタジアですね、このボックスに入っていると、はい、これは通常版、これが通常版が1万円です、ね、1万円、はい、で限定版オルゴール付きで、あのこの特製ケース付きが1万3000円です。1万3000円、はい、じゃあ両方買うようによろしくお願いします。8月の7日先行発売クラリスショップと、はい、あとテイルズオブミュージアムというのが秋葉原の UDX で行われる、 UDX なの、はい、でそこで先行で発売します。本当に、じゃあ、 テイルズファンの皆さんね、そうね、天使の歌ファンの皆さん、よかったらぜひ買ってほしい。これが、これはクーロンズゲートの設定資料集です、ね、うん、それの限定版、限定版、はい、基板みたいだね、これね、エアキャップ入ってる、まあ、DVD とか SE集ですね、 SE 集で、アクセスカード、これ実際にインターネット上でクーロネットにアクセスができて、でそこでいろいろ特典がダウンロードできる、ダウンロードできるカード、あと台本、台本に、これが通常版の資料、何これ、こんなの作ったらいくらかかんのこれさあ、だから生々しい話、すごいですよ、したいわけじゃないけど、すごいよこれ。でこれが実際その去年、うん、サントラを出してるんですよ、はい、で今年資料集を出したんですね、うん、で今年の9月16日にあのプレイステーションアーカイブの方でゲームの配信もうちからパブリッシャーでするんですよ、はいはいはい、だからサントラ本ゲームを全部一社でそれ外様のライセンスをやったっていう、まあ、事例です、一つのね、はい、成果物になってる。これすごいよ、これファルコムバイブルもびっくりだよこれソーサリアンのマニュアルとかもこんなのよくやったね、さすがだね、まあ、ちょっとクラリスちょっとあれだね、うん、ちょっとここ最近やばいね、う違うね、ただの三電子のサントラ作って会社それもなので、まあ、こういった形でその
すごいお金かけて、うん、あの高価なものを納得したものを作ってもらえるっていうものもちゃんと作っていかないといけないし、うん、なるほどね、まあ、ニッチなところも俺はやるよ、はい、ただあのしっかりあのみんなに買ってもらえるようないいクオリティの、まあ、高価なものそうです、ね、作っていくっていうそういう、まあ、クラリスなりの日本柱を確立していきたいみたいな感じなのかなっていうところでね、はい、分かった分かった。で最後に、はい、クラリスディスクの あの公式のバンドであるバッドコネクションはあの言えないですけど一応今年ライブやるんですか。そうですね、バッドコネクション今年ライブやります。今年中にライブやります、はい、今年の秋口ぐらいにライブやります、はいはい、じゃあ練習しておきます。練習しておきます。、はい、バッドコネクション名義だと久々っすよね。久しぶりだね。バッドライデンとかは結構やりましたけ たけどね、なかなかメンツが揃わないバンドで有名な、はい、まあヘビメタライデンもそうだけどね、なかなか、まあ今年はそんな感じでアクティブに動いていく、そうですね、吉川社長ということでね、はい、どうか、じゃあ皆さん吉川社長並びにクラリスディスク並びに株式会社シティコネクションの動きにどうかご期待くださいということで、よろしくお願いします。というわけで池田美のロックの、何でしたっけ、そんな感じでお願いします。第12回ゲスト吉川社長会以上終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。